ゴチプロ第7回公演、12人のイカれる男、主演役の椿組木下藤次郎です。最近起こったことは、雨の日に傘がぶっ壊れて畜生と思いました。面白い芝居になると思いますので、ぜひ見に来てください。ゴチプロ第7回公演、12人のイカれる男は、2022年5月13日から5月22日まで、下北沢本田劇場にて上演します。乞うご期待です。